こんにちは、中本博士です。今回はですね、採水行書専事文3行目の、伸縮列朝寒来たりのこの部分を解説していきましょう。まず伸っていいですね、こう来て伸っていいですね。こちら右側空いてますから、ここの間を取るように少しこう右側にこう書いて、少し今度はこう沿ってます。ここの空間を取ることが大切ですね。主観こうしてできるだけ空間的上の方から、浮かん森のここの懐の間を大きく取るように、そしてこう書いて、ここはちゃんとくっつけて、でこちらも少しこう構成風に書いてます。この揃えないことが大事なんですね。この右側のリズムをしっかり取れるようにしましょう。この芯もですね、このバランスを頭に入れておくことが必要ですね。はい、次いきます。列、この列っていう字は結構難しいですね。こう来てこう、そしてここに書いてますね。列朝、列はですね、ここにこういう捉え方をすることが大事ですね。朝このちょうどこの真下が一番真下までグッと引っ張ることですね。こんな感じですね。この弓辺はですね、こう書いて、こうするとバランスおかしいですね。こう書いて、ここのですね、真下目がけてこう、ここまで書いて跳ねる。これがポイント、コツですね。ここの、寒来たり、寒って字ですね。次は寒。浮かん森ですね。浮かん森がたびたび出てきますけれども、今までここまでで浮かん森がですね、1、2、3、4つ目ですね。この4つの浮かん森全部石橋先生表情を書いてますね。ここの浮かん森は少しやこう少しやらかこんな感じで書いてますね。そしてかん来たりこう来てこう筆を起こしてこう筆を起こして右肩の軽くなって立つ背中のひなり方こう楽に、ここの跳ねるとこ大事ですね。こう跳ねない、こうしてゆっくり大らかにこうして、ここの空間をゆったり持つのを書いてますね。寒っていう字はこの天角のこの行方を書いてますね。方向が変わってます。こういったところを捉えてください。
では最後に6文字を書いてみますね。この感じですね。以上、伸縮列張換気対応を記号してました。以上、これでワンポイントレッスンを終わります。これから千字文を継続して記号しておきます。初心者の方は直筆の選出から何かヒントになればと、希望者には動画で記号しました作品を送付いたします。送料は手間代として82円切手を10枚同封ください。送り先は下記に書いてます中本宛にお願いいたします。